どんどんどんチェックしてみよう。ランニング歴どのぐらいですか。ランニング歴は1年10ヶ月になります。1年10ヶ月、微妙な初心者と言っていいのかベテランと言っていいのか、はい、もうレースとかも出てらっしゃる。はい、出てます。どのぐらいの、フルマラソンも出てます。どこですか、ちなみに。霞ヶ浦、この前出ました。あの春にある大会ですね。ですね、はい、どうだったんですか。3時間50分でゴールしました。すごい、いきなり女性でサブ4で、目標ってどこにあるんでしょうか。目標は今年の12月のレースで3時間半をちょっと目指したいなと。今日はこの後フォームチェックしますんで、はい、もういきなりサブ4という走りを見せていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。さあ、早速フォームをチェックしていきましょう。まずはサイドからですね。横山さんは全身をバランスよく使ったとても綺麗なフォームの持ち主です。ただし少し前傾の意識が弱く、着地のエネルギーを推進力にうまく活かせていません。また着地ポイントもやや前に寄りすぎているようです。では前後から見た走りをチェックしましょう。必要以上に足を蹴り上げてしまっていますね。前傾のエネルギーをうまく得られないために、代わりに足の蹴りを使って前に進もうとしているようです。それでは前傾姿勢の意識づけと着地ポイントの改善を重点的に行いましょう。バランスがいいし、ちょっと姿勢もいいし、あんまりね、もう直すとこないんじゃないかと思うぐらいな感じなんですが、あの唯一直すとしたら、ちょっとね、蹴り上げすぎなんですよね。だからあれをなんとかしたいなというのはあるんですけど、体まっすぐなまま、まっすぐなまま、はい、倒れて。まずね、これこの感覚を覚えてください。はい、まっすぐなまま、まっすぐなまま。かかと上げない、かかと上げない、はいはい。倒れて、あのちゃんと押さえてますから大丈夫ですよ。はい、そう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 、この感じ、この感じ。あ、今できなかった。はい、まっすぐぐーっと、そう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 、ぐーっと。体重が前傾によって、体重が前にぐーっと全体にかかるでしょ。はい、でお腹に来るでしょ。そうですね、うん、はい、お腹に。その感覚を覚えてください。まずぐっ、はい、耐えて、はい、耐えて、はい、耐えられないね。そう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 、今できた。体まっすぐなままですよ。はい、グッグッグッ、そうそうそう、もう耐えられるようになってきた。よし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 、 OK。 わかります、今の。ここにグッと力入る感じ。次はここを押さえてますから、さっきと同じように前にグッと体重かけて、そうそうそう、さっきよりもね、お腹の意識がしやすくなります。グッ、そうそうそう、グッ、そうそうそう、グッ、そうそう、グッとここに入る。で、僕の拳を押すようなイメージで前に走っててください。拳を押すような、はい、走っててください。はい、どうぞ。ここに拳があるようなイメージで。そう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 。次は僕、肩を押さえてますね。はい、前に少し倒れてください。前に進もうとしてください。これだと足を前についたり蹴り上げたら前に進まないでしょ、はい、しっかりつかないと、着地しないと進まない。もっとしっかりつきましょうか、着地。かかとまでついて、そう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 。じゃあ手離しますよ。はい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 、スーッと。はい、いいですよ。今のは、まあ、着地の練習ですけど、自分の感じではどうですか。前に進むって感じ。そうですね、簡単に。簡単に前に進みますよね。ね。さあ、上体の姿勢と着地は改善されたでしょうか。まずはサイドからチェックしましょう。腹筋を使う意識が高まりましたね。正しい前傾姿勢にぐっと近づいています。また着地ポイントも正しい位置に改善されています。正面と背後から見た時の足の蹴り上げはどうなったでしょうか。
前傾への意識が高まり推進力が生まれているので、極端だった蹴り上げがかなり抑えられていますね。ランニングフォーム修正前後の変化をサイドから比較してみるとどうでしょう。上体の前傾と着地ポイントが改善したので、効率の良いスムーズな走りができています。かなり理想に近いフォームになりましたよ。正面と背後からフォームを比較するとどうでしょうか。無駄な蹴り上げが収まったことにより足への負担が少ないフォームに生まれ変わりました。長い間苦しめられた故障から脱却して記録更新を狙いたいという横山さん、今回のフォームなら怪我のリスクはぐっと少なくなります。しっかり実践してくださいね。